はい。今回はとっても大切なことやるよ。あんまり大事だから先生ちょっとドキドキしているぐらいです。一番上、もう読めるよね。せーの。I play tennis。これは普通に私はテニスをするよ。その横を見て、こんなこと書いてあります。I played tennis。字を見ると、play の後ろに ed がついてるよね。この ed がついてると昔のことになるんです。最初は I play tennis。私はテニスします。でも ed がついてる I played tennis。これはテニスをしました。昔のことです。その横を見て、せーの。We want to cook dinner。どういうこと？簡単。夜ご飯をお料理したい。だよね。これ私たちは今したいわけ。そのすぐ横、一緒に読んでみようか。せーの。We wanted to cook dinner. Want だったところが、ほら、ed がついてる。wanted なんかなってるよ。そう、したかった昔のことです。今料理したいんじゃなくて、お料理したかった。だからね、日本語で今のことと昔のことの区別がつかない人はもうここで、残念ながら終わりです。現在形と過去形、日本語でちゃんとわかるようにね。本読むんだよ、日本語のね。はい、次の行。He can run fast。これも簡単。そう、彼は速く走ることができますよ。ところが、できましたってしたいんだけど、can do にならないの。これは ed つけられないの。もう全然違う形。could。He could run fast。こうやって、全く形が変わってしまうものもあるんです。昔になるとね。これだと彼は、速く走ることができました。OK?まあ、冬休みが長いから、何回も何回も練習して覚えてきてね。では、本文いきます。Number one. せーの。Fred wanted to be the snowboard champion. もし、want to なら今したい。でも、wanted to だから。そうよ、したかった。で、be, want to be ね、前回やりました。何々になりたいってやつね。だから、フレッド君は、スノーボードのチャンピオンになりたかった。昔の形です。次、せーの。He practiced hard every day. Practice だけなら？そうだよね、練習する。でも、ED がついてるね。練習しました。彼は毎日一生懸命練習しました。でね、want が wanted, do がついたよね。practice はね、practice do って言いにくいの。practice to, to になります。だから do か to になるかな。ed つけるとね、発音はね。はい、次行くよ。せーの。before the race, he talked with Meg. talk は？喋りする、お話しする。だから、お話しました。おしゃべりしました昔です。これも talk to, to だね。はい、次行くよ。せーの。He asked. Will you watch the race? Ask は？聞く質問するでした。でもここ asked だから質問しました。聞きました。レース見る予定つもりって聞きました。次せーの。Meg answered. これは do なんだね。答えました。もともとは答えるだけだったら Right, そうよ、answer だけだよね。で、メグちゃんの答えた内容が Of course, yes, もちろんよ。I will watch the race with Farmer Bob. 応援に来てくれたんだね。はい、次長いよ、せーの。When the race started, Fred could hear his friends.Go, Fred. これができたらもうハイチュー2個分かな。はい、レースが、start が started は、そう、始まった。
だから時もつけて、レースが始まった時、昔だよ。Fred, I could, なんだっけ、うん、できました。彼はお友達の声を聞くことができましたってこと。声が聞こえたよ。Go Fred, 行け行けって応援してたからね。ではもう一回長いからせーの。When the race started, Fred could hear his friends. Go Fred.はい、ナンバー2は自分で読んどいてほしいんだけど、in front of ってなんだっけ？そうだよね、何々の前の。cross が出てくるな。cross はね、渡る、橋を渡る。bridge 読みにくいでしょ？ b で始まるの、これ bridge、橋だよ。川の上にかかってる橋ね。だからそれを渡るっていうのが cross。昔だとどうなると思う？Yes, crossed. 渡りました。ね。あとね、turn right っていうのが出てくる。turn は曲がる。U ターンのターン。ぐるっと曲がるでしょ、あれ。right は右か左どっちだ？そうよ。right、右です。左ってなんて言うの？うん、left。だからコースがぐいーっと右に曲がっている部分があるんだね。これね、スノーボードのコース。難しいだろうね、ターンするのはね。はい、ではテストします。あ、間違えた。もうちょっとあったんだ。一方、フレッド君がレースをしている間、ジンジャー君がちょっと登場してますよ。一緒にせーの。ジンジャー wanted a large snowman。want だけなら欲しい。だけど、wanted は？うん、欲しかった。みんな、want と want to の区別わかる？ただ欲しいっていう時と何々したいっていう区別がちゃんとついてるかな？こういう説明ちゃんと聞いてるかな？ソウキ君。はい、これはただ欲しいが欲しかったになっただけだよ。大きいスノーマンが欲しかった。次、せーの。He carried snow in the bucket.バケツで、はい、スノーを carried は、図がついてる昔だね、運びました。はい、ラストせーの。He used a big shovel. もう、シャベルはシャベルのまんまね。use は、使う、used は、使いました。大きいシャベルを使いました。では、テストします。Number one.フレッド君はスノーボードチャンピオンになりたかった。Wow, you did it. Fred wanted to be the snowboard champion. Want to じゃなくて wanted to になるんだよ。じゃあ2回続けて、ready go. Fred wanted to be the snowboard champion. Fred wanted to be the snowboard champion. はい、次。彼は毎日一生懸命練習しました。Good. He practiced hard every day. もう一回せーの。He practiced hard every day. 彼はメグちゃんと一緒におしゃべりしました。Well done. He talked with Meg. 彼は聞きました。質問しました。He asked.じゃあ、メグちゃんが答えました。Meg answered. タイガくん、答えましたじゃなくて答えます。今の形だとどうなるか。そうよ、answer だけなんだよ。do つかないんだよ。大丈夫？はい、次、長いやつ。レースが始まった時。もちろん時の when からスタートするんだよ。When the race started, ね、ちゃんとつけた。フレッド君はお友達たちを聞くことができました。できました。Excellent. Fred could hear his friends. じゃ、ここまでみんなでせーの。When the race started, Fred could hear his friends. 行け、Fred! って言ってあげて。Go, Fred!はい、ナンバー2。ジンジャーは大きい雪だるまが欲しかった。ただ欲しいだから2がいるのかいらないのか。いらないよね。でも昔。
Well done, Ginger wanted a large snowman. はい、彼は大きいシャベルを使いました。Yes, he used a big shovel. Used do, do 入れた? Good job, everybody. いよいよ過去形に突入です。そうすると、英語で言えることが倍になるんだよ、今までの。すごいよね。これは、もう2023年最後を飾る素晴らしい進歩です。頑張ってね。はい、では、ナンバー2。ちょっと復習。ナンバー2じゃない、2週目。ちょっと復習。They study together って書いてあるね。これは?そうよ。ただ一緒に勉強します。だよね。次なんて書いてあるかな?せーの。They studied together. どういうこと?うん。彼らは一緒に勉強しました。昔だよね。次も読んでみよう。せーの。Ginger can sing well. はい。well というのは上手に。よく語気に出るからね、そうきくん。well。だから入れちゃった、ここに。Ginger は上手に歌を歌うことができます。次も読むよ、せーの。Ginger could sing well. そう。上手に歌うことができました。だよ。OK? 思い出した?はい。では、No.3。せーの。The snowman needed a nose. 何 need? それだけなら必要とする。でも need, do, do なんかついてる。必要としました。そうだね、のっぺらぼうじゃおっかないもんね。スノーマンはお花を必要としました。ジンジャー君がこんなことをスノーマンに言っています。Wait a minute. これ前やってる。うん、1分待ってね。ちょっと待ってね。っていうことだよね。次、せーの。I will put a carrot on your face. ウィルを忘れちゃいけないからちょっとここに。どういうこと?そうだよね、する予定。put は置く。だから、君の顔に、carrot、人参をつけてあげようっていうこと、ここは。人参がお花の代わりになるんだね。で、次も一緒に読むよ、せーの。he used a ladder. ladder はね、はしご。大きいスノーマンだから、届かないんだね。used は?そうよ、使いました。ところが、oh no!Ginger slipped and he landed on the shovel. これは難しいから覚えなくていいや。slip. これは滑るという意味。スリッパってあるじゃない。あれ、床を滑るように、履けるでしょ?だから slippers って言うんだよ。それから he landed. land はね、着陸するという意味があります。彼、どこに着陸したの?そう、シャベルの上に落っこちゃったの。ちょうどシャベルの上に。そしたら次、せーの。The shovel started moving. なんだっけ、move。そう、動く。スタートしたの。動き始めたってこと、これは。次覚えるんだよ、レイリーが。Ginger could not stop it. It ってなんだっけ?そうだよね、意外と大事だったよね。それ。ジンジャー君はそれを止めることができ、そう、ませんでした。昔のこと、not がついてるからできないんだけど、昔だからできませんでした。はい、number four。で、フレッド君、今やもう自分の前に誰もいない状態、なんか次から次へと脱落してね、覚えてるかな?こんなこと言っています。せーの。There is no one in front of me. なんだっけ、in front of?何々の前。だから、there is no one でね、no one で誰も何々ないっていうことです。だから、there is no one だったら、誰もいない。ね。there is でいるとかあるだったでしょ。でも、誰もいない。in front of me。うん、僕の前には誰もいないな。はっと気がつけば一番先頭をスノーボールしているところだったんです。もう一回読んどこう。せーの。There is no one in front of me. っていうことは、せーの。I will be the champion. その時、
What is that? あれはなんだ？なんと、ginger。次、せーの。He's snowboarding on a shovel。ここまでフレット君のセリフだからね。これも忘れちゃいけないから入れちゃった。He is イコールが入って snowboarding ing だから。タイガ君わかるかな？この形。しているところですだよね。彼はスノーボードをしているじゃないか。しかも、オーナーシャーベル。シャーベルの上で。ジンジャー君の方はね、もう怖くて誰か止めてよって言ってるんだけど、次せーの。No one could stop Ginger。なんだっけ、No one。誰も何々ない。誰もジンジャー君を止めることができませんでしたっていうこと。誰も何々ないだからね。じゃあもう一回せーの。No one could stop Ginger。で、結局はレディが、He finished the goal first。どういうこと？ He finished the goal first。そう、一番にゴールをフィニッシュしました。うん、彼が一等賞だったんです。はい、ではテストします。Number three。雪だるまくんは大きな、あ、間違えちゃった。雪だるまくんはお花を必要としていました。昔だよ。Right. The snowman needed a nose. じゃあ、もしスノーマンが、口を必要としていたならお口せーの。The snowman needed a mouth. じゃあね、ちょっと待ってね。一分待ってね。Wait a minute.僕は人参を置くつもり、あなたの顔の上に。これが着訳です。Exactly. もう一回せーの。I will put a carrot on your face. じゃあ、ジンジャー君はそれを止めることができませんでした。ジンジャー could not stop it. はい、number four. 誰もいません。いない。There is no one. 僕の前に。In front of me. つなげるよ。せーの。There is no one in front of me. じゃあね。そうね。車の中には誰もいない。せーの。There is no one in the car. Okay? 彼はスノーボードをしている最中だ。今しているところ。Good job. He is snowboarding.じゃあ、誰もジンジャー君を止めることはできませんでした。No one could stop Ginger. Good job, everybody. なんとかついてくるんですよ。これで過去形だからね。すごいよ、みんな。中学2年生のお兄さんお姉さんと同じだ。Good luck, everybody. それではまた明日。バイ。